皆さんこんにちは、伊藤公認会計事務所のちょっと所長の伊藤健二でございます。私どもの事務所は、東京都港区の芝浦に、本部を置いております。で我々事務所はですね、大きく、2つの事業をやっておりまして、一つは、日本にいる外資系企業の支援、これはインバウンドビジネスの方でございます。でもう一つですね、このアウトバウンドビジネス、今日はこちらインドビジネスの支援ということですね。私の事務所は、アウトバウンドビジネスにおいてはインドビジネスの支援に、特化した、日本の公認会計事務所でございます。とは言いましてもですね、インド非常に進出するのが難しいですね、ハードルが高いと言われておりまして、この私どもはですね、このインドの直居会計士事務所の、ニーラジ・バガット&コットですね、ニーラジ・バガット&コットという事務所とですね、提携しておりまして、この写真のですね、左の方がニーラジ・バガットさんという、インドの直居会計士の方で、今、50名ほどのですね、事務所を、デリー、ニューデリーですね、ニューデリーが本部で、グルガオンですね、あと、ムンバイにも事務所を持っております。でこの右の、リテッシュ・カプールですね、この者が、ムンバイ事務所の所長でですね、でこの、彼らのニーラジ・バガット&コの、インド局長会計士の事務所とですね、今年、3回ほどですね、日本で、セミナーを開きました。で一つは東京都内でですね、日本企業のインドビジネスチャレンジセミナー、これは夏に開きました。でもう一つはですね、インド直居会計士が語るインドビジネス成功失敗事例および GST ですね、物品サービスデーということですね、この7月に導入された GST の解説も行いました。その中でですね、このインドビジネスのですね、難しさということと、あと、難しさというよりもですね、今後の森政権の中でですね、7% という高度経済成長の真っ只中にですね、インドというですね、大きなチャンスがこれからあると我々は信じております。で私どもですね、日本とインドのビジネスの架け橋になりたいという強い思いでですね、このインドビジネス支援というのを開始いたしました。ということで、インドのですね、ビジネスで非常にいろんな課題がございますので、こういった課題解決をですね、まさにこのインドの直居会計士の力を借りながらですね、私ども事務所もこのしっかりと、皆様のインドビジネスの進出の支援をですね、していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。なお、ニュースレターですね、このニーラジ・バガット公事務所でですね、出しておりますので、もしご興味ある方はですね、私と名刺交換させていただきまして、Eメールアドレスいただきましたら、定期的にですね、ニュースレターをですね、送らせていただきますので、よろしくお願いいたします。